お願いします。はい、ということで今日は相手に大ダメージを与える技を紹介していきたいと思います。蹴り技なんですけど、普通に蹴るともう線なんですよ。ダメージが少ない。でも線を点に変える。例えばこれよりもこちらですよね。でこれよりもこちらですよ、みたいな。面積を減らした方が集中する威力がある。それで足を破壊する技なんですけど、今日紹介するのは捕まりました。はい、じゃあ掴み返してやめろ、やめてやめろ。それじゃやんだったら相手はこの下見えてないんで、掴み返してあー何やったかというと、かかとで相手の太ももこうやってこれが本当に斜め上から体を開きながら上から当たると横よりかは基本的には斜め上からで入ると重力と点で当たって相手の骨に交わってくれる。めちゃくちゃ痛いです。なのでこれやめて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 当たるだけでも結構そうなんです。これはかかとが点でポイントでパチッと当たるんで、ね、すんげえ大ダメージなんですよ。こういう技も知っといて損は、まあ、使う場面があるかないかは知らないですけどで技を知っとくのは大事ですからね。大事。はい、だから練習の時には怪我させないように、そしてもう怪我しないようにやってみてください。はい、はい、ということで今日見てよかった方は高評価、チャンネル登録お待ちします。ありがとうございました。